20秒前緊急地震速報、推定震度6弱。ただいま八王子市内を中心に震度6弱の地震が発生しました。まず自分の身を守ってください。ください。階段を使って避難してください。荷物を持って廊下に出てください。順次お並びください。立ち止まらずにまっすぐお進みください。ここが来るようにお願いした。まだ来てないんだ。あと伊藤君だけ。伊藤君になってるんですね。細田さんから伊藤さんに変わってるんですね。全員避難完了です。はい、休暇クリア。はい、ありがとうございます。はい、はい、伊佐君 OK。 はい、ありがとうございます。伊佐君 OK。 はい、本日行った避難訓練は、授業中に八王子市を震源として震度6の地震が発生したということを想定して、基本的には本部棟並びにこの本部棟の周辺の人たちは一度ここに集まってくると、こういう避難経路を確認するというのが本日の目的になっております。この約1200名の学生さんがここに避難するのにかかった時間が本当に約10分ぐらいということで、本当に今日はスムーズに避難することができました。いざ地震が本当に起こった時には自分がどう動いていいか、それは意外にわからないものでございます。そういう意味では今日のこの訓練をしっかり頭に入れといていただきました。いざとなった時にはどう動いていくのかということを、これからの生活に備えていただければというふうに思います。避難に対してよく言われることで、ありますけれども、決まり事としてですね、お、は、し、一つは押さない、はは走らない、しは喋らない。もうちょっとこちらにお願いします。飲み物とパンと非常食1つずつお取りください。これを重ねます。 G2 の3。おお、すごい、すごい毛布。あ、分かった。だって今持って、持って、まずほら、あなたこちら足を、はい、ゆっくり引く、引いてあげるんだよ。はいはい、はい、抜けたね、抜けたね。はい、お願いします。それは後で、はい、背は低くしてください。はい、もう
一つ目が左の肋骨下。両用電極バットを。そうですそうです。両に選択スイッチを。そうです。持って。結構力が必要。